監督とはまあ、役柄について、その夫婦関係については監督どんなことを原さんと私、そんな森山さんと何時間も話したなんて聞いたら嫉妬しちゃう。<laughs> 何にも喋ってないよね。え <laughs> え、何の説明もなかった気がする。<laughs> どうですか？いやいや 本当にそうですね僕、準備段階といえば森山さんと話したことだけ覚えてるみたいな喋 <laughs> ってないですよすごいしゃべりますいもう逆に、丸投げいや本当にそうですその通りで撮影現場でも特に何か演出を、ね、するわけでもないですからあとはもうカメラの、えー、置きどころとレンズを選んで山崎さん山崎豊さんに、えー、こういう風な絵を撮ってほしいっていう風に言うことが、えー、監督の仕事でした。はい 芝居のことはそ,そんな少しはねいろいろあのここもうちょっとこうとかっていうアドバイスはしてくださいました,した。しましたっけ。し,し,してないと思います <laughs> 先輩。<laughs> <laughs> そうなんかね自然にほったらかされた感じでしたね私たち。私たちは楽屋であの。 食事の話おいか美味しいご飯作る作るそんな話してましたね,ねお料理の話ばっかりそれだけ監督が信頼されてお任せしたということになりますそしてあの冒頭皆さんいらっしゃる前にお客様にお伝えしたんですが本作は昨年のトロント国際映画祭でのワールドプレミアを皮切りにサンセバスチャン国際映画祭では日本人初の最優秀俳優賞を藤竜也さんが受賞されております。 でサンフランシスコ国際映画祭では最高賞受賞と世界の映画祭でも話題になっているんですが監督、そして藤井さんにも伺いたいんですけれども世界各国のこう映画祭に参加されて反応反響というのはまず監督いかかがででしょうかそうそすねあのとにかくま僕たち映画作家からするとあの映画祭にまず出ることができるっていう 時点で本当にあのすごい確率になりますので嬉しくありがたく招待をいただくんですけれど行って実際今回まあトロントサンセバスチャン他参加したんですけれど予想以上の反応ですねどれだけ伝わるのかなっていうふうに思って行ってまあ特にまああのサンセバスチャンで1800人のオーディエンスの皆様から。 えー、かなり長くスタンディングオベーションを続いいただきまして横、富さん見たらなんかこれは涙してるのかなっていうふうに思うぐらいにな表情をされてて嬉しかったですね富士山さん、はい、サンセバスチャンはどのようなお客様の反応でしたか。えー、あのー 海外のまあそういう割と大きな映画祭でスタンディングオベーションというのはあるまあ一つ習慣というか儀式といいますかねあの何回か私も経験させてもらっているわけですがサンセバスチャンはあの表情を見ってみんな笑顔で本当に笑顔うわっていう笑顔でこういうふうにあこれちょっと違うなとあの難しい顔して。 その間非常にどうしていいか分かんないっていうかもうやめてくださいって言いたくなるんですが今回は表情が一人一人が迫ってくるんです笑顔がだからあこれはちょ,っとそうちょっと違うなと思いましてでその,後あ,のあ,れです、ね、あの我々が引き上げる通路の両側にもあのその観客の皆さんが 送ってくださるんですねそうなんですねあの、えー、それで言うと、うん、サンセバスチャン国際映画祭ってちょっと独自の文化があって、うんえー、スタンディングオベーション終わった後のスタンディングオベーションはしないけど終わって送り出しをしてくれると、うん、なので映画祭の方から、えー、なので終わったエンドロール終わった後みんながバーっとそそくさ出ていくけどあれは文化だからと、うん、なのでみんな向こうで待ってるからねっていうふうに言われて心配しないでねって言われたんですよ。それが暗転したら その話と違ってですね、みんな遅そそさ出て行かずにその場で皆さんスタンディングオベーションをずっとエンドロール終わるまでしてくださって、で明かりついたら皆さんこう思い出したこのようにあ急がなきゃみたいな感じで <laughs> ダッシュで僕らを見送るためにあの出て行ったような感じなのでそれも本当に嬉しかったですね。はい。その時の皆さんの顔も間近で見ますからあのお辞儀しながらお礼を言いながらだけどその時のこの 優しいな。染み,み,みるような笑顔でね。あのあのだから、この映画はあの国境や文化をね。超えたのかしら？と思いました。はい、はい、ありがたいです。はい、ありがとうございます。というところで上映の時間がすいません。迫ってまして、えー、最後にあの今から見ていただく皆様に、えー ご登壇の皆様から一言ずつ頂戴したいんですがまずは原さんから伺ってよろししいいでしょうかはい、あの上演前なのであまり細かいお話はできませんでしたけれども見ていただければあの本当に皆さんに伝わると思いますのでどうか楽しんで見ていただきたいと思いますそしてあのよかったらお友達やあの他の方にもぜひあのこれからあの上映され全国で上演されますのでぜひあの宣伝をしていただいて。<laughs> 一人でも多くの方にあの見ていただきたいなとやっぱり映画は見てもらうものなのでたくさんの人に見てもらうことがやっぱりご褒美だと思うんですねこの映画制作のなのでぜひよろしくお願いいたします皆さんありがとうございます牧さんお願いいたします、はい、そうですねえっとこう物事とか季節とかを忘れたくないっていうそういう映画っていうのは日本私は日本国外 では結構すごい素晴らしいなと思う映画を見た見てきたと思うんですけども今回の映画はそれをちょっともう上回るなんかこう映画になったと信じ信じておりますなので皆さんぜひ本当に心してみてください <laughs> マキさんありがとうございます続いて藤井さんお願いいたします<私>はい、えー、そ,そういうことです。 <laughs> はい、あのとにかくミステリアスなあ映画ですでミステリアスな魂の揺さぶられ方をきっとすると思いますどうぞ楽しんでくださいさんあ,ありがとうございます続いて森山さんお願いいたしますはい以上、えー、この大いなる不在というのはサスペンスヒューマンドラマという形で名打ってはおりますでまあもちろんサスペンスというか どういうふうに物語が進行するんだろうみたいな見え方にはなっているとは思うんですけれどもそのいくつか先には、まあ、まさにヒューマンドラマといいますか、まあ、本当に人間の根源に訴えかけるような何て言うんですかね同国といいますか叫びのようなものになっていきますなぜひぜひあの楽しんでいいただければと思いますしこれからね日本だけではなくそれこそもう海外でも上演されることが決まっていますので、はい、ぜひぜひ皆さんあの 海外の友達にも進めてください。はい、<laughs> どうぞ。今日はありがとうございました。あります。ありがとうございます。最後に近浦監督からもお願いいたします。はい。あのまあ、僕も心してみてくださいと言いたいところなんですけれど、あんまりハードルあの上げすぎてもあれなので、これあのぜひ劇場であの見るようにお友達にお勧めください。35五ミリフィルムで全編撮っています。2023年この作品だけです。35五ミリフィルムで全編撮っているのは。 だからこそ、劇場の大きなスクリーンで見ていただきたい、えー、そういうふうに思います。あの僕としてはまあ映画祭とか芸術とかいろいろな側面ありますけれど、一番大きな気持ちとしては120分の良質なエンターテインメントを作りたいっていうふうに思ってえ取り組んできましたので、ぜひ気楽にあの楽しんでいただければと思いままますす今日ははあありりががととううごござざいいいいいししたたたて振っていただける方はお願いいたします。 今スタッフがあのライトを出しているあのあたりですねはい少しいただきますの方いかがでしょうかよろしいでしょうかはいありがとうございますフォットセッション以上となりますありがとうございましたあっという間のお時間でまだまだ聞き足りないなと思うところではあるんですがおになる不在プレミア社会舞台札の方はここで終了となります大きな拍手で皆さんをお見送りくださいありがとうございます